こちらはロシアの声モスクワからの日本語放送、毎週木曜日のお答えしますの時間です。今晩はたくさんのリスナーの方からのリクエストにお答えして、開局80周年を迎えたロシアの声の歴史を振り返ります。番組の制作は日本語家のユダさん、ルドミラ・サーキャン、お相手は菅聡と真野かな子でお届けします。10月29日、ロシアの声は開局80周年を迎えました。今日はリスナーの皆さんと共に私たちのラジオについて改めてご紹介したいと思います。今日の番組では、ラジオが歩んできた歴史、日本語放送、放送局の今の今、この3つを順番にご紹介します。それでは始めましょう。ロシアの声の前身にあたるソ連からの外国向けラジオ局モスクワ放送が誕生したのは、今から80年前の1929年10月29日のこと。最初はドイツ語放送でした。終わりには、必ず全ての国のプロレタリアよ団結せよという呼びかけとともに、社会主義の革命歌インターナショナルが流れていました。開局から間もない29年11月7日にはフランス語が始まり、年末までに英語も加わって放送言語は3つに増えます。1日最大で3時間、週に2回から3回の放送という期間を経て、翌年から週に7回の本格的な体制が始まります。国際放送を開始した当時のソ連政府の狙いは、外交的な封鎖状態にピリオドを打つこと、そして史上初の社会主義国家について外国の人々にその国の言語で語りかけるということにありました。モスクワ放送に課せられた課題は、ソ連の政治、社会、文化、経済について客観的にかつ包括的な情報を提供すること、重要な国際情勢についてソ連の立場を明らかにすることという他に、ソ連の内外政策についてデマを流すブルジョアのメディアに対抗するという当時らしいものも掲げられていました。具体的な放送内容としては、28年に始まった5カ年計画の成果や、社会主義教育の素晴らしさ、平和を愛するソ連外交といったテーマが挙げられます。もちろん今と同じように国内外で起きている事件や、ソ連の科学技術分野での発見、文化イベントの紹介なども行われていました。ソ連の政治家、学者、一般の労働者や農業従事者、学生などの生の声もたびたび紹介されています。この間も言語の数は増え続け、イタリア語、スペイン語に中国語など、第二次世界大戦を前に新たに10の言語が加わっています。大戦が勃発すると、ラジオも戦争色に染まり、戦況を知らせる情報や、軍の最高指導者であるスターリンの命令、ドイツ占領地域での抵抗勢力の動きなどが放送の中心用になります。特に戦況を外国に伝える唯一の手段だったことから、ソビエト政権は情報戦略上の重要性を考慮した結果、放送の拡大を決定し、新たに18の言語が加わりました。今皆さんがお聞きの日本語放送もこの時産声を上げています。前線では戦いが繰り広げられている状況です。モスクワ放送では開戦当初から反ナチスの厳しいプロパガンダを展開していました。このため当時ドイツでは、生産されたラジオ受信機に、外国ラジオの聴取は国の安全に対する犯罪、犯せば禁錮刑に処せられるという警告まで貼ってあったそうです。それでもモスクワ放送を聞き続ける人々はいたようです。占領地域では放送で伝えられた情報が
ビラの形で出回っていました。一方、モスクワの局では職員たちが緊迫した中で番組の制作を続けていました。投下管制や外出制限、食料の配給、そして次々と入ってくる戦況の知らせ、今とは全く異なる雰囲気に包まれていたことが想像できます。ヒトラーはソ連プロパガンダの巣窟の殲滅を掲げ、攻撃の対象にはモスクワ放送も入っていたそうです。目の前に危機が迫る中で、犠牲者、軍の被害や封鎖による窮状といった苦しいニュースを伝えるのは精神的にも厳しいものだったと思います。その後、形勢が逆転してソ連軍の勝利の話題もよく登場するようになり、45年5月の終戦へとつながっていきます。当時の人々は何を望んでいたのか。やはり何といっても平和でしょう。戦後に登場した歌、いろんな国の子供たちにある平和な暮らしを夢見てるという言葉は、モスクワ放送のすべての番組を彩るモチーフになりました。ドイツ、日本との戦争が終結すると、ヨーロッパ、アジアで国家建設の時代を迎えました。旧植民地における国民解放運動の中で、社会システムとしてのソ連、社会主義というものへの関心が高まっていきます。これに応えるため、モスクワ放送ではアジア、アフリカ、ラテンアメリカの若い国々に向けた放送を広げていきました。伝えられたのは戦後の復興や人々の平和な生活、最初期の国際交流の話題です。また放送地域の拡大、そして戦争の終結によって、各国から多くの反響が届くようになりました。イギリスのリスナーからは、あなたの国、人々、政策について根底から意見が変わったというお便りが届き、フランスからは社会主義建設に向けたソ連の取り組みを歪めようという国際的な反応に立派に対抗しているという励ましの言葉が、そして日本からも、社会主義に対する正しい認識を持つためにモスクワ放送を聞きたいという真剣な考えがお便りに綴られて、モスクワにまで届きました。銃撃の音も消え去らぬうちに、今度は冷戦が始まりました。ソ連を中心とする東側陣営とアメリカの率いる西側陣営が、世界を舞台に経済封鎖や軍拡競争、イデオロギーの主張で戦いを繰り広げるようになりました。このうちイデオロギー戦争で大きな役割を担ったのが、一瞬にして世界各地に情報を発信できるラジオというメディアでした。第二次大戦で前線に立った人々も、新たな戦場で戦いを続けるべくモスクワ放送に動員されました。一方で軍拡競争、特に両陣営が続ける核兵器の製造開発は、世界を巻き込む第三次世界大戦勃発の脅威を人々に認識させるものでした。それが頂点に達したのが1962年のキューバ危機といわれる数日間の出来事でした。実はモスクワ放送はこの事件に深く関わっています。キューバ危機とは、アメリカの軍隊、艦隊、航空部隊が世界中に展開される中で、ソ連政府が東西の戦略バランス上の優位を取り戻すために、反米色を強めていたキューバに核ミサイルを配備し、米ソ間の対立がかつてないほど高まった事件です。ソ連のフルシチョフ首相は戦争を望んではいませんでしたが、事態は悪い方へと進んでいき、ソ連、アメリカ双方ともに外交による解決の必要性を理解しながら、核戦争の危機は日に日に高まっていきました。10月27日、ソ連政府のもとに、アメリカがキューバで軍事行動を始めようとしているとの一報が非公式筋を通じてもたらされました。これに対し、ソ連共産党幹部は会合を開き、
アメリカがキューバに攻撃を加えないことと引き換えに、この国へのミサイル基地の建設を取りやめるという提案を翌朝までに作成しました。しかし、外交文書は遅すぎて、事態が収拾のつかない方向に行ってしまう危険性がある。そこで、当局はフルシチョフ首相のアメリカ宛ての信書をロシア語、英語、また日本語でモスクワ放送を通じて流したのです。情報を受け取ったケネディ大統領も、キューバ侵攻をしないと約束し、一線を踏み越えることなく、事態は収束に向かいました。モスクワ放送に世界の目が向けられたひとときでした。放送にはこの他にもドラマチックなニュース、喜ばしい知らせが溢れています。70年代にはヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカに特派員が送られて、現地からたくさんのレポートが届きました。ソ連外交の重要な一面を担い、少なくとも80年代のペレストロイカまでは社会主義の宣伝が最大の目的ではありましたが、ピャトニツカヤ通りの本社からはクリエイティブな雰囲気が失われることはありませんでした。モスクワ放送で番組制作、政治解説を身につけた人々がテレビその他のメディアにも活動の幅を広げていったことはその証拠と言えます。例えばアメリカ政治研究で有名な現役の評論員ワレンチン・ゾーリン氏はアメリカの歴代大統領5人にインタビューを取りました。またアラブ語化編集部でキャリアの一時期を過ごしたオビーの中にはエリツィン政権下で首相を務めたエブゲニー・プリマコフ氏がいます。プリマコフ氏はモスクワ放送と同じ1929年10月29日生まれ、先月で80歳になりました。さてここからは皆さんがお聞きの日本語放送の歴史です。1942年4月14日、モスクワからの日本語放送が始まりました。当時は第二次大戦の真っ只中、ソ連が戦っていたヨーロッパ戦線だけでなく、太平洋でも日米による激しい戦いが繰り広げられていました。ソ連政府の当時の狙いは、日本と交戦状態に入らないようにすることです。軍事、外交に加え、ラジオ、つまりモスクワ放送が用いられました。当時日本では外国からのラジオ放送を聞くことが禁じられていました。現在のようにお便りを送ることなどもってのほかです。しかし戦争が終わると外国への関心が高まり、モスクワ放送にもお便りが届くようになります。今では第一号のお便りがどこの誰から寄せられたものなのか誰もわかりませんが、それ以前に数年にわたり制作を続けてきたスタッフの喜びといったらなかったでしょう。46年には日本向け放送のためにハワロフスク支局が作られました。放送時間も1日30分から5時間へ大幅に拡大します。当時働いていたのはソ連によって捕らえられ抑留された日本軍の元兵士たちなどでした。当時ソ連には極東からモスクワ近郊に至るまで推定何十万という日本兵が捕らえられたままでした。そういった事情もあり、当時は抑留者たちの安否や健康状態、収容所の様子を聞く手紙が非常に多く寄せられたそうです。そのため放送では抑留者の情報や収容所のレポートなども制作されていました。政治的なプロパガンダとは異なる独特の人道的な一面です。ただ同じことが繰り返されることのないよう願うばかりです。こうして始まった日本語放送、さまざまな時代にさまざまなスタッフが編集部でスタジオで働いていました。黎明期を支えた人物として有名なのは共産党の野坂三蔵議長の妻野坂良、同じく日本共産党の創設者の一人片山千の娘片山康などがいました。しかし日本語化の歴史に最も大きく名前を残したのはサイレント時代のスター女優岡田芳子です。
ソ連への亡命、収容所生活を経て、48年にモスクワ放送に入局しました。1989年、日本語放送47周年の時に収録された声をお聞きいただきましょう。では1948年に岡田よし子さんがモスクワ放送に入ったばかりの頃のお話をちょっと伺ってみたいと思います。当時のモスクワ国際放送局は今から比べますと誠に小さな規模でした。ことに日本化となると全建物の最上といっても全部で4階しかないんですが、もちろんエレベーターなどはありません。コツコツと上がったその一角を占めている中国語と隣り合わせたこじんまりした一室が日本化の世界なんです。その一室に日本向け放送の課長と次長、それから翻訳を受け持つ日本の男性が一人、当時の状況としてその方の名前、つまり本名は未だに知りません。もっともその方は間もなく日本へ帰られたということを風の便りで知りましたが、それからほどなくモスクワ大学の日本語科を卒業したという綺麗な娘さんが入社しました。つまりその頃日本科で働いていたのはそれだけだったんです。初めの頃はもっとその前のことですけれど、当時モスクワに亡命されていた現在の日本共産党名誉議長野坂三蔵氏の夫人が翻訳を手伝い、それから大学で日本語の教鞭を取っていられた片山康さん、つまり片山千先生のお嬢さんですね、この方が週に 1,2 回アナウンサーを手伝う。それ以外は無品さんの九州弁のアナウンスという誠にお寒い状態だったんです。当時日本へ送る放送は1日に1回45分だけでしたから、まあそれでもどうにかやっていけたのですが、まだ録音放送は音楽だけ、あとは全部生放送でしたから、随分まあ失敗もありました。現在から考えると全く夢のようなお話です。でも草分けの仕事というものはどんなことでも困難が伴うだけに、それだけまた興味もあり、とにかく全員心を合わせて一生懸命でした。現在では国際放送局として恥ずかしくない10階建ての前から比べたら夢のように広大な建物の一角に、日本科も課長室、翻訳室、事務室と広い部屋を持ってでんと収まって、放送は全部録音ですから、昔のように時計とにらめっくらでテキストを読まなくても済みます。もっとも回数も1日に6回と増えました。もちろん翻訳者も数名います。日本で本格的にロシア語を習得した若い人たちが数年ごとに新しい息吹をもたらしてくれます。私は念願の演劇大学へ入学したり、その後劇場で働いたり、まあいわば本職に戻ったので放送局とは少し縁が薄くなりましたが、でも懐かしいここの職場が忘れられなくて、何かというとお手伝いさせていただいています。おそらく体が動く限り私とモスクワ放送日本科との縁は切れないでしょう。岡田よし子さんのお話でした。懐かしい声でした。冷戦で東西別の陣営にあった2つの国をつなぐ日本語放送のプロパガンダ放送としての独特のトーンというのはありました。しかし時代は流れ、両国の関係も少しずつ変わっていきます。その変化の一つの転換点となったのが鳩山一郎首相のモスクワ訪問、そして蘇日日ソ共同宣言の調印です。これは1956年のことでした。当時のモスクワ放送日本語放送では首相の到着をこんな風に報じていました。
いよいよモスクワ時間の午後3時30分、鳩山首相をはじめとする日本政府代表団を乗せたイル14号旅客機がクモムから銀翼を現しました。飛行機は軽く地面に着陸し、緑の滑走路に滑り込みました。鳩山首相の乗った飛行機はおもむろに飛行場本館前の広場に近づいてきました。ただいまさっと機体のドアが開いて、まず現れましたのは鳩山首相の元気な姿、それからその他の人々が続きます。鳩山夫人にはみずみずしい花束が贈られました。短期日ではありましたが、有益な数日を過ごしましたことを深く喜んでおります。この度の交渉打率によって日ソ国交の基礎は築かれたわけでありますが、今後日ソ両国民の協力によりまして強固な友好関係を打ち立てたいと念願するものであります。1956年の共同宣言の意味は非常に大きなものです。この時から現在に至る論日関係が始まったと言っても過言ではありません。残念ながら領土問題は解決されず、平和条約は結ばれていませんが、今後も喜ばしい話題をお届けしてまいりたいと思います。ソ連では80年代になるとペレストロイカが始まり、政治経済のみならず生活のあらゆるところで変化が生じました。その過程でモスクワ放送は初めて懐の問題、つまり財政的な困難に直面します。日本語放送にも閉鎖の危機が及びますが、なんとかしのぐことができました。経営陣が日本語閉鎖に踏み切れなかった理由は届くお便りの数でした。存続を求めるリスナーの中にはロシア政府への訴えを書いてきた方もいらっしゃいました。ソ連共産主義体制の崩壊によって局ではリスナーの関心が低下すると予想していたものの、電子メールの登場などもあり、現在に至るまでたくさんの方の支持を受けながら放送を続けられています。崩壊後の93年、モスクワ放送はボイスオブロシア、ロシアの声に名称を変更しました。インターバルシグナルや放送の雰囲気、スタイルも変わりました。ニュースや政治解説も政治体制の変化により伝える内容が変わっています。ただ日本語放送の編集員たちはロシアの歴史や文化、習慣、スポーツなどの話題について、そして日本とロシアの交流のニュースをもっとたくさんお届けしたいと思っているようです。この間にも様々な編集員、アナウンサー、そして翻訳者たちが入局し、リスナーの皆さんにとって面白いこと、新しいことを付け加え、時には自分の意見を交えて放送を作り続けてきました。日本で活躍している西野はじめアナ、山内茂美アナ、島田明アナや平谷和彦アナ、奥野真アナなどです。一方のロシア人スタッフもプーシキンの子孫というセルゲイ・クリメンコ氏、その後ジャーナリストとして有名になったウラジーミル・ツベトフ氏のほか、エレナ・ソポワさん、ナターシャ・クニコワさん、アンドレイ・ジュドロさん、ニーナ・アンドリコワさんなどなど、昔からのリスナーの方であれば懐かしい名前かもしれません。今年は OB の中におなじみのリップマン・レイビン前課長も入りました。レイビンさんは59年に構成担当として入局し、67年から今年9年まで40年にわたり日本語放送の責任者を務めました。高齢ながらも日本語への関心は衰えないという高学士に、職員たちは背筋が伸びる思いでした。そんなレイビンさんの声をお聞きください。82年の放送開始40周年当時の挨拶です。40年間でモスクワ放送は大きく変わりました。モスクワ、レニングラードの各大学の日本語部を卒業した若い人がモスクワ放送の日本語科で働いています。彼らは古い世代の良き伝統、そのロマンに満ちた精神を身につけようと意気込んでおります。34年間も精力的にモスクワ放送の仕事を続けておられる瀬田アナウンサーのような、先輩を見習っております。特に昨年の10月1日から大きな変化がモスクワ放送に起きています。放送時間は30分も増えて、1日の放送が5時間になりました。
聴取者皆さんのご希望も入れて午前7時からの放送を開始しましたので、夜だけでなく朝も日本語の番組を放送するようになりました。また1時間の番組ができまして、4回も放送しておりますので、前よりはバラエティに富んだ番組が作れるようになりました。日本の多くの皆さんはモスクワ放送の時間が増やされ、内容もより充実したことに対し、これはソ連が日本のことを今まで以上に重視している表れであると評価していらっしゃいますが、それは全くその通りだと思います。多くの聴取者の皆さんはその手紙の中でモスクワ放送を日ソ友好の架け橋と言っておられますが、それは私たちも考えていることで、私たちはそれにふさわしく努力していきたいと思います。つまりソ連邦は日本に対しては全人互恵の協力関係発展の方針を終始一貫して続けているからでもあります。日本語放送の職員たちにとっては、自分たちがソ連と日本の架け橋なのだ、そしてそのチャンスを逃してはならないという責任感が何よりの励みであり誇りでもあります。また94年には日本 BCL 連盟の機関紙マイウェーブで人気国際放送トップ5に入ったことも名誉なことでした。当時は週末のお便りスパシーバが2位、今は MMM に看板を変えた音楽番組リクエスト音楽の夕べは7位でした。そして人気番組の人気のアナウンサーには MMM 担当のヒューガジアソアナウンサーが選ばれています。そんなヒューガジアナも勤続20年を迎えています。95年には日本のラジオジャパン開局60年を記念して、日本語で国際放送を行うラジオ局のコンクールが行われ、お便りスパシーバがグランプリを獲得。翌年には宮沢賢治生誕100年を記念した番組がやはり賞を受ける。そして97年には放送開始55周年を迎えた日本語放送として受賞するなど、嬉しいニュースが続きました。日本語放送の編集部もやはり一つの職場として人が去ってはやってきます。雰囲気も昔と比べるとだいぶ変わったかもしれませんが、日本にとってまだまだ謎の多いロシアという国について生で伝えるということの目的を失わず放送を続けていきたいと思います。最後はロシアの声の最近の様子についてお答えします。現在の言語数は39、中波、短波、FM や衛星放送など対象地域に合わせたメディアで放送を続けています。インターネットへの進出は比較的早く、13年前にサイトを開設しました。日本語放送では短波と中波、そしてインターネットでは番組及び文字による放送を続けています。これは日本語だけではありません。ロシアの声のサイトは28カ国でオンライン放送を行い、33言語で記事その他をアップするロシアの国内では珍しい情報ソースです。それでも開局80年の節目にあたって重要なものはやはり確かな情報を迅速に正確にというものです。ロシアの声のロシア語放送ではラジオメディアという国内賞をこれまでにも何度かいただきました。またインターネット方面に関しては2008年の11月にロシア語インターネット界の表彰の枠組みとしてルーネット賞を外国向け放送部門で受賞しています。また80周年を迎えてすぐの今月2日3日には世界各地でロシア語放送を続けるメディア関係者を集めた第1回ロシア語ラジオ放送フェスティバルを主催し、30カ国から60社の参加がありました。ロシア語放送に関わる人々に共通の問題について話し合ったほか、ロシア語ラジオ放送連盟の創設を決定し、今後も連携強化を進めていくことになりました。開局80周年にあたってはメドベージェフ大統領、プーチン首相をはじめたくさんの方からお祝いのメッセージをいただきました。
この30分の番組がお祝いメッセージをいただいたリスナーの方へのお返しとして十分とは思いませんが、今後も放送を聞き続けていただくためのおさらいになればと思っています。人も変わり、社会主義から民主化へ、そして多極化の新たな時代に移っていく中で、リスナーに新たなロシアをお伝えし続けられるよう努めてまいりたいと思います。そして開局80周年のお祝いのメッセージ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後は一曲おかけしましょう。90年代後半にアナウンサーとして勤務した歌手で女優の山内茂美アナの声で、ロシアの吟遊詩人ブラート・オクジャーの歌、祈りです。どうぞ。してまいりました、お答えします。こんばんは。多くのリスナーの方からのリクエストにお答えして、開局80周年を迎えたロシアの声の歴史についてお届けしました。番組ではリスナーの皆さんからの質問をお待ちしています。気になる事件や人物、ロシアに関する素朴な疑問など何でも結構です。どんどん送ってきてください。宛先は郵便番号 115-326 ボイスオブロシアジャパニーズセクションモスコーロシア。 E メールをご利用の方は E メールアドレス vostok@ruvr.ru、 こちらもお答えしますの係までどうぞ。この時間のお相手は菅里氏と真野かな子でした。
それでは来週のこの時間まで、さよなら。セダニャ。これでロシアの声の日本語放送は前半の放送プログラムを終了します。次回の放送はこの後日本時間の午後10時から11時まで。まず短波では5920、6085、6180、中波では630、720の各キロヘルツでお送りいたします。なお係では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先です。郵便番号 115-326 ボイスオブロシアジャパニーズセクションボスコーロシア。また E メールアドレスはボストーク vostok@ruvr.ru こちらまでよろしくお願いします。